トヨタ TS-030 ハイブリッドは、トヨタ自動車が2012年のルマン24時間レース、および FIA 世界耐久選手権参戦用に開発したプロトタイプ。TS-030 ハイブリッドは、トヨタ F1 チームの活動母体であった、ドイツの TMG を拠点として開発された。名称は1990年代にルマンに参戦していた TS-010。 TS020 の実質的な後継機という位置づけであり、TS はトヨタスポーツの頭文字であるとされた。最大のポイントは、トヨタのプロトタイプレーシングカーとしては、初のハイブリッドカーとなっている点で、このパワートレインは、トヨタの量産者向けのハイブリッドシステムの開発チームの協力を得て、トヨタ東富士研究所のモータースポーツ部が開発したもので、 thsr と命名されている。エンジンは tmg がレベリオンレーシングに供給している rv8k lm とは異なる新設計の 3.4lv8 自然吸気ガソリンエンジンを搭載する。これにバッテリーではなく日清棒ホールディングスと共同開発した電気二重層キャパシタを組み合わせるシステムとなっている。キャパシタは コクピット内部の助手席の位置に搭載されている。エネルギーの改正と立行を行うモータージェネレーター、ユニットは、リアのギアボックス内部に、伝送性を搭載している。設計段階では、選手権のレギュレーションが確定していなかったため、フロントにも、アイシンオータムウィンター製のマグを搭載していたが、その後、改正は前後いずれかの2輪のみ、放出も、 改正と同軸で行うことと決められたため、後輪での改正、立行を選択した。同じく、ハイブリッドプロトタイプで前輪を、モーター駆動する、アウディ r 18E、トロンクアトロと違い、モーター使用制限速度は定められていない。トヨタは、スーパー耐久のトカチ24時間レースに2006年は、レクサス GS450H、2007年は、 スープラのハイブリッド仕様を投入しており、ハイブリッドカーでの WEC 最上級カテゴリー l m p 1 3線もその延長上にある。シェイクダウン時とレースレビュー時ではフロントライトの形状やフロント周りのエアロデザインが変更されている。また、ボディカラーも赤と白の2色からトヨタハイブリッドブルーと呼ばれる青と白の2色へイメージチェンジした。 エアロパッケージは、ルマンではロードラッグ仕様で、その他のレースではハイダウンフォース仕様を装備している。レギュレーションのリアフェンダーの解釈を拡大して、リアウィングの両脇に小型のウィングレットを追加したのが特徴である。初年度の2012年は、アレクサンダー・ブルツ、ニコラ・ラピエール、中島・和ズの3名が、レギュラードライバーとして起用されるほか、ジュニアドライバーとして、 アンドレア・カルダレッリと契約を結んでいる。ルマンレは2代目のドライバーとして、アンソニー・デビッドソン、石浦・ヒ明、セバスチャン・グウェミーの3名が加わる予定だったが、石浦がテスト時に背中を痛めたことから、ステファン・サラザンに交代した。チームは、フランスのオレカをパートナーにした、混合編成となる。WEC 第2戦のスパ6時間レースでデビューする予定だったが、 テスト中に1号車がクラッシュして、モノコックを損傷したため、出場をキャンセルした。事故原因は、ウェット走行時の水漏れによる、電気系トラブルだった。2012年ルマン24時間レースで走行中の7号車デビュー戦となった、WEC 第3戦のルマン24時間レースでは、予選から速さを見せ、決勝も順調に2、 3位を走行し一時トップを走行するアウディ1号車をオーバーテイクする検討を見せるも直後に8号車が周回遅れのフェラーリ458イタリアに接触され宙を舞う大クラッシュを喫してリタイアしたその際運転していたデビッドソンが石中を損傷したもう一台の7号車はセーフティーカーラン後のリスタート直後に中島のミスにより 周回遅れの日産、デルタウィングと接触し、パンクとリアカウルの破損を負った。修復後も走行を続けたが、スタートから約10時間半にエンジントラブルが発生し、134周を消化したところで、リタイアとなった。続く、WEC 第4戦、シルバーストーン6時間レースには7号車1台のみで参戦した。予選では、 アウディ勢に続く3番手を獲得、さらに決勝スタート時にアウディ2号車をオーバーテイクして2位に浮上すると、12周目にアウディ1号車を抜いてトップを走行した。その後スピントの長さで勝るアウディ1号車に抜かれるも、速さを維持した7号車はファステストラップも記録し、そのまま2位でフィニッシュし、WEC 初の表彰台を獲得した。WEC 第5戦。 サンパウロ6時間レースの予選では、ブルーズが、初のポールポジションを獲得。決勝でも、アウディを寄せ付けず、初優勝を飾った。トヨタのスポーツカーの世界選手権での優勝は、1992年、スウィック・モンツァのジェフ・リース、小川一氏以来、20年ぶりとなった。2012年富士6時間レースで優勝した7号車 WEC、第6戦。 バーレーン6時間レースの予選では3番手の記録。決勝ではスタートから2時間まではトップを保ったが、車番の発光パネルが点灯しないトラブルで、ピットインし6位に交代、その後ファステストラップを記録し3位まで順位を上げるも、他者との接触でサスペンションを痛めりタイヤした。WEC 第7戦、富士6時間レースの予選では、中島和隆が、ポールポジションを獲得。 決勝では中島がファステストラップを記録、アウディとピットインを挟んで順位変動することもあり、終始金差でトップ争いを繰り広げ、11秒の差で優勝をした。WEC 最終第8戦、上海6時間レースの予選ではアレックス・ブルースがボールポジションを獲得。決勝でも序盤から速さを発揮し、2位に58秒差をつけて、 シーズン3勝目を挙げた。WEC 初年度のトヨタレーシングは、ルマンからの6戦中3度の優勝、3回の、ポールポジションと4回のファステストラップを記録した。ドライバーズチャンピオンシップでは6戦すべてに参戦した、ブルツとラピエールが3位を獲得した。2年目となる2013年は、ルマン以外も2大体制で、フル参戦する。マシンは、 フロントのハイブリッド用スペースを廃止して、モノコックとサスペンションを再設計し、フェンダーからノーズにつながるラインが、なだらかになった。改良された THS-R システムは300馬力を発生し、530馬力の V8 エンジンと組み合わされる。キャパシタの冷却機能を改善したほか、液ゾーストの取り回しを変えて中速トルクを増した。ドライバーは前年と変わらず、 7号車はブルツ、ラピエール、中島で、8号車はデビッドソン、サラザン、ブエミ。2013年度のトヨタレーシングは全8戦を戦い、富士とバーレーンの2戦で優勝、シルバーストーン、上海、バーレーンの3戦でポールポジションを獲得した。詳細はトヨタモータースポーツ公式サイトを参照。ありがとうございます。